きは障害年金コンサルタントの宮里です。ストレスなどによる心のエネルギーが低下していても、人間の心はすぐに破綻してしまうわけではありません。夜アドレナリンを分泌して興奮性を高めてストレスに立ち向かうようになります。ちょうどゴムのボールを指で押しても自然に元に戻る力が働くようなものです。人間にもストレスに対して対応する力が備わっています。しかしそれにも限界があり、限界を超えた時に発症する病気の一つがうつ病なのです。このうつ病発症の直前期や初期の症状では感情を調整する機能が落ちています。そのためうつ病を発症する前から情緒不安定になるケースが多く見られるのです。例えば20代から30代の女性の場合、一番典型的な初期症状は泣くというものです。それも興奮するなどして感情が爆発的になって泣くのではなく、涙腺が緩んで無自覚に泣くのです。他にもこれまで全く気にならなかった日常会話における愚痴や否定的な言葉に過剰に反応するようになったり、過去の嫌な出来事を繰り返し思い出すようになったりもします。このように感情をコントロールできなくなってくると、仕事は普通にできているように見えてもうつ病の一歩手前や初期症状段階にいるかもしれません。これに思い当たるのであれば、無理をするのをやめてすぐに休息を取りましょう。この発症直前や初期症状の段階でしっかり休めば、感情をコントロールする力は比較的早く回復します。うつ病を発症する前に治すことができます。このまま無理を続けるとうつ病が発症し、治療に時間がかかる可能性が高くなります。休めるときに休みましょう。